ナンバー・アイの影響力、日本経済に与える波紋、平野氏陽岸優ユタ・神宮寺優太タの成功が示す新たなエンターテインメントの時代。日本のエンターテインメントシーンに革命を巻き起こしている新しいグループ、ナンバー・アイ。そのメンバーである平野氏陽岸優ユタ、神宮寺優太タが手掛けた最新のナイロンジャパングローブルイシュー04が発売前に重版決定となり、 その影響がアパレルからコンビニまで広がっている。本校ではナンバー I が日本経済に与える波紋に焦点を当て、その成功に迫ります。ナンバー I のメディア露出とファンの反応11月15日に発売されたナイロンジャパングローブルイシュー04はアクスチャンギングラブレターズラブレターの文通を テーマに36ページ、1万字以上のロングインタビューを収録している。雑誌が発売前に重版決定となり、ファンからは熱狂的な声が上がっている。SNS 上では写真やフォトレターに対する期待と喜びが広がり、ナンバーアイの影響力を示すものとなっている。 アパレル市場への影響ナンバー I のメンバーが表紙を飾った雑誌が即完売となる中、彼らが着用したアパレルアイテムも爆発的な人気を誇っている。平野紫耀が表紙を飾った L ジャパンでは、公式サイトでの予約が開始された瞬間にサーバーが落ち、Amazon や HMV でも即座に完売となった。人牛自由多の登場が告知された。 GQ ジャパン12月号特別版も大手通販サイトのセブンネットショッピングでは予約が瞬時に終了。岸ユータがコンビニでの投稿によってフランクフルトやホットスナックが飛ぶように売れ、これらの影響は単なる雑誌の売り上げだけでなくアパレル市場や食品業界にも飛び火している。高額アイテムの即日完売閉や仕様が ベルジャパンの発売前に投稿した全身ビトンでのファッションコーディネートも話題となった。数十万円する高級アイテムが即日品切れとなり、特に26万円のバッグと20万円のパーカーは全サイズで売り切れとなった。これは出版不況が叫ばれる中での驚くべき現象であり、ナンバーアイのファッションセンスが市場に与える影響を浮き彫りにしている。 SNS の影響力と将来展望ナンバーアイはキンプリ時代からの圧倒的な人気を持っており、独立後には個々の SNS アカウントを開設。その合計フォロワー数は700万人に迫り、これが広告案件の増加につながることは明らかだ。彼らの個性や日常をファンと共有することで、 ナンバーアイはエンターテインメント業界だけでなく広告業界にも大きな影響を与えそうだ。ナンバーアイはまだ結成からわずか1ヶ月しか降っていないが、その存在感はすでに強大なものとなっている。彼らが手がけたメディアやファッションが市場に与える影響は計り知れず、これが今後日本経済にどのような波紋を広げていくのか期待される。 彼らは単なるアイドルグループを超え、新しい時代のエンターテイナーとして日本経済を動かす可能性を秘めている。将来に注目が集まる中、ナンバーアイの動向に期待が高まるばかりだ。